皆さんこれから見られるということで大変楽しみにされていると思います松田さん主演作今回完成披露の舞台に立たれて今のお気持ちをお聞かせくださいはい、えー、まず一言本当に嬉しいです、えー、一つの作品を作るということは 本当に多くの方々が関わってくださっていましてそういった方々の一つ一つの力がですね作品となるということだと思うので、えー、本日、こういう日を迎えられてそして25日から、えー、実際に全国で公開していくということで、あのー、今、実感が湧いているところですすす本当に皆様あありりががととううごござざいいいまままこれからよろししくお願いします。 今回、松田さんは、ね、もう皆さんもご存知かと思いますが坂本龍馬そして坂本龍馬になりすますという役、はい、この2役を演じるというところもあると思いますがそそののあたたりははいいかかがでしたか最初に聞いた時はまあ、その自分が2役を演じさせていただくとも最初は思ってなかったのででも、まあ、演じている時はこう、まあ、必死というか。 2つの役を生きるってこんなにも大変なんだなと思いながら演じさせていただいたんですけどでも実際にこう画面の中に、えーまあ、俳優としては松田遼ですよね自分が2人いるっていう経験が今までなかったのでな,るほどなんかこううわーなんか今まで、まあ、もちろんのことなんですけど見たことのないなんか不思議なな感覚にはなりましたねやっぱりこう2人、まあ、同時にいるシーンっていうのは撮影は結構大変だったんでしょうか まあそうですね、大変と言いますかあの自分がいると仮定して、えー、お芝居させていただいたりとかまずはどちらかの芝居を決めてから撮影したりとかお芝居してたんでなんかこううんいつもなんかこう演じさせていただくときとは違う。 なんか心境でやらせていただいたなというのを覚えていてあとははもうやはりこう時間であったりとかいろんなこう映画を撮るってことはあると思うんですけどあのメイクチームであったりとか衣装チームの皆さんもそうですけど撮影クルーの皆さんにこう助けられながらもうチェンジが結構難解だったのでそこはなんかすごくこうあの皆様に支えられて、はい、<laughs> あの撮影させていただいたなっていう記憶があります。 いやなんかすごくね本当にあの大変なところもありんだろうなっていうのも感じながらものすごくこう入り込んでしまう作品になっているかと思いますが今回やはり「ムビステというところで2度目という方もいらっしゃると思いますが皆さん「ムビステの出演のオファー、まあ、受けた時の心境なんかをちょっと聞いていきたいなと思いまして松田さんはね漆黒展と続けて 二度目ということになりますがいかがですか。そうですね。このもうムビステという企画自体が軽有なもので、まあ演劇と映画を掛け合わせるという、はい、まあこういった作品にまあ俳優として入れることがとても幸せに思いますし、まあ今回僕は二度目という形だったので、あの一度目で経験したことを少しでも二度目に生かせれたらなと、えー、まあもちろん映画もそうですけど演劇でもあの思っています。はい。で、はい、まあ今回初めての赤澤さんはいかがでしたか。はい。はい、僕はですね。うん えっと。なんで笑いが起きるんだろうね。髪型かな。そっか。髪型もあるかな。そこだろうね。でもそうですね。僕もその、もちろん知っていて、ムビー捨て。あのー、で、今回の、その、ファーもらったときに、まずその、出演者の方々の名前を見て、こうりゃ、こうりゃ、まあ、撮影期間はもちろん、その,その後の舞台とか、稽古期間を含めて、こうりゃ楽しいぞと思いました。 みたたいになりましたねとっても一ファンかかお前はは <laughs> <laughs> さんはいかがですかあもうまずはその、まあ、脚本が毛利さんということで「あの仮面ライダー」の時からお世話になっておりましたので、まあ、どんな脚本が仕上がってくるかっていうのが楽しみもう,もうオファー頂い,いた時点でもう出るすぐそれはもう決めてどんな脚本になるかっていうそこが楽しみであの参加させていただいた形ですね。 舞台にも続きますからねはい、あのまだちょっと見てないんですけどもどんな感じになるかすごく楽しみですはい、ありがとうございます石原さんいかがですか何でしたっけあのですねムービーステアーだっすごいニコニコしていただいてありがとうございます僕は東映の仲のいいプロデューサーの方からラインが来て直接で岸方俊三やりませんって言われて直接はい。えやりたいっすってそれで決めました え、それ、待ってください、そんな風に決まることある。え、今風。そうっす。はい。そうですね。なんか。それで。メールとかじゃないですね。で。マネージャーに連絡して。土方歳三やる。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。え。出演してみて。いや、そう、舞台に続きます。いや、でも、なんか、現場来たら、本当、みんな、なんか。イケメンだらけで。すごいなと思って。どんな感想ですか。かっこいいよ 監督とも僕実は18年ぶりでして17歳の時に白虎隊っていうので渦政で僕が初めての渦政の撮影の時に橋本監督の作品ね正月にあったんですよ白虎隊っていうマがそれ以来だったのでちょっと嬉しかったですね、えーえー、もうしょうもない若造でねその時はいや本当にありがとうございましご迷惑かけましたそれがそれがねこんな貫禄十分でもう雑時代劇みたいに切り込んでくるんでああ ああ、な年月というのは人を成長させるなと。いやもうそれも本当撮影の時に言われまして、ね、俺泣、うん、泣いちゃもう <laughs> もう本当嬉しすぎて、むちゃくちゃ怒られてたんで僕17歳の頃。なんで怒られたか教えましょうか。待ち時間鬼ごっこしてたんです。ええー？<laughs> それは怒られるだろうな。いや長いっすもん。8時間8時で、ね、出番4時で犬のあれでちょっと伸びちゃって。 ちょっとそうなんかあったんですそうそうもうそぶち切れく覚えてるね本当にごめんかけましたあの時はすみませんいや素晴らしい作品ですねということは再開の作品になったとはいありがとうございますいや素晴らしいです皆さん本当に。